こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。今日ね、実はね、あのー、朝早くから、あのー、倫理法人会のモーニングセミナーっていうのを、に行ってきました。でね、あのー、ちょっと昨日も夜もちょっと遅くなっちゃってね、あのー、睡眠不足のはずなんですけれども、あのー、これ本当に NMN プラス Q、これ飲んでるかわかんないんですけど、えー、全然ね、あの、疲れ、疲れ、 ないというか、疲れが取れてるというか、まあ、あのー、通常だったらもうね、生あくびばっかり出るんですけれども、あのー、今、ちょっと出ない、出てない状態なんですよね。なんでかなというふうに、ちょっと思っているんですけれども、あのー、心当たりは、あこれをね、ずっとね、もう、えー、っと、9月からだから、 えー、9、10、11、12、約4ヶ月ぐらいですね、えー、飲んでます。だからそういう意味ではね、本当にね、あのー、飲み出した当初よりもね、えー、割と長く飲んでいくことによりましてね、あの、効果を実感し始めてるというのが現状かなと思います。えー、もしね、あのー、なんか気になることがありましたらね、えー、ロハス村まで、あのー、お問い合わせください。これはね、本当にね、あのー、僕は、 うんこれはすごいいいかもしれないなとおもうねい思ってますうん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 という感じでね、えー、まあ今日もね倫理法人会、えー、今年初めてのモーニングセミナーであって決意表明っていうのがあったんですけれども、えー、今年はね、えー、私はもう、あのー、楽しいっていう楽しむというかね、あのー、そういうことを一つのテーマにしてるんですよね。だから あのー、やっぱりね、人生をいくら、どれだけ楽しんだかっていうことが、やっぱり人間としてね、生まれたし一つの目的でもありますから、あのー、まあ、自分だけが楽しいっていうことではなくて、こう、自分を楽しむことによりましてね、えー、相手も楽しませるというような、そんなふうな目標を立てました。えー、それで、えー、行動指針は何かというと、え、笑いです。えー、ニコニコしながら笑っていく。 笑って楽しんで、そしてえ周りを楽しませる。ね。まずは自分が楽しむということに重点を置いてですね、今年、えー、令和4年頑張りますんでね、えー、よろしくお願いします。そして楽しむためには、体も心も元気でなかったらダメなんで、この NMN プラス9、おすすめでございます。それではね、またねー。